パックンは寝てますよって。そわ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 、うん、おやさんからね、お届け物が着きました。先週はお米が60キロも、お米60キロ、それで今日はね、まずね、これのね、その間にお菓子も来たよ。お菓子もそう、たくさん来てんの。萩の月も来てたし、で今日は人間用かな、ね、何かなって、何かな、マックがね、ちょっと見てやるかなって、うん、うわー、笹かもあもこです。やったね、マック。ちょっと一個いただいちゃおうかなって、マックなって。これか座っちゃったよ。これか、これ今日は安倍の笹かまぼこだ。え？はい。あ、これ。なって今食わないとそっちゃんにみんな壊っちゃうよって。すごい量です。うわー、うわ。全部かまぼこですよ。うわ、すごいですね。安倍の笹かまぼこ感激って、こっちもこっちもみんなチーズ入りがあるよ。ゲコってしてたんね、マック。チーズ入り食べる。あ、これはマックとソーちゃんだな、チーズボールはね。どれどれどれ、ほら、あらららすごい。これまっちゃんの、これ俺って、これまっちゃんの、これまっちゃん、これまっちゃんのだよ。ちょうど1個ずつあるじゃん、マックと正介って、うん、ねえ、そうだそうだって。1個食べてみっかって。もう食べてみる。そうちゃんもね、上にいるんだよ。そうちゃん3階。いや、さっき2階にいたよ。いや、ガサガサやってたからさ。うわ、これ大きい。どれどれ、うわ、でっか。うわ、綺麗。こんな感じ。一口食べちゃう。うん。あ。うん。すごい。チーズがいっぱい入ってる。はははは。怒られちゃった。あすごい。うん。これすごい美味しい。この美味しい。いいか、ちょっと食べる。ダメよって。マック塗りしようって。お父さんに一個やって。ね。チーズボールってちっちゃいボールかと思ったら、こんな大きい。大きいよ、すごい大きいよ。お餅だよ、お餅。お餅。食感はですね。うん。食べた後怒ってますよ。仕立てのお餅みたいな柔らかさですよ、これ。中にチーズ入ってて。中にチーズが入ってて、ね。あ、ここひ。はだ。それとね、牛タンがたくさんあります。ももって、もも。牛タン今見せますね。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんちゃ。わお。わ、すごい。違う牛タン。あ、すごい。すごい。何？どこのだろう。今度のは。すごい。やつ伊達本舗。すごい。あ、すごいこれ。今日のすごい。どこのでしょう。味付け牛タン塩。うん。焼くべって。うん。伊達の牛タン本舗。うん。伊達の牛タン。これすごいな。うわあ、すごい。全部牛タンですよ。これ。これはすごい。柔らか。牛タンの佃煮。佃煮。美味しそうだね。早く焼くべって。そうです、これまたね、牛タンパーティースモーク、うん、あ、パパはちょうどつまみでちょうどいいんだ。そうだね、パパ息子にちょうどいいの。うわ、すごい量入ってる。全部牛タン、仙台尽くし。仙台尽くし。ふわさん、いつもすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも白黒目だから助かります。助かります。こんな贅沢絶対できませんから。マックまで喜んじゃっても太い。
ベッドにね、張り付いちゃってるもんね。今日は牛タンパーティーだなって。今日牛タンパーティー、今度キャンピングカーでやる。その前にも一回食べるわよ。そうだね。ね。うん。本当ごちそうさまですね。ごちそうさまです。ありがとうございます。美味しく召し上がりますよ。美味しく食べます。バリバリ、モリモリ食べます、ね。美味しく召し上がるんだよね。はい。はいは。はい。はい。お手は？お手。お手。お手。はい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 。美味しく食べるべって。はい。マックちゃん、美味しく食べるべ。はい。お手。お手。美味しく食べる。噛みついてる。ね、よかったね。よかったね。はい。ありがとうございました。もうさぎおさぎ。何が来たんですかって。チーズ。これこれ。3階から飛び降りて降りてきました、ね、どうしたの？僕いますって。どうしたの？かまぼこって。どれどれどれってどれどれ、うん、ね、どうしてちゃん、ほら、あ、大変だなって。どうしてこれ、ゆっくり味わってみよう。バラしてバスバラじゃないの。おいしいな、これ。これだー、おいしいなって。これなら、これ食べかま見て、行くの行くの。食べちゃう、全部。いっぱいあってね、よかったね、うん、かまぼこはね、あっという間になくなっちゃうんですよね。あ、手が伸びちゃってるの。あ、手が伸びちゃってるよって。これ何って。これゴミだもん。これもゴミ。ゴミに入ってたのって。箸の土は何でつかって。あるよ、あるけどね。あんた一日ね、何個食っちゃうのよ。やだ、これ何これ。いいじゃん、かっこいい、そうすけちゃん。似合うね。似合う、似合う。似合うね。何これって。なんだか変だよって。やめと、おかまだ、おかまって。よし、おかま取れって。おかまこれ。これおかまだ、おかまって。第宅急便でハギの月が来たんだって顔してる。お父さんとこれだけおろしとけばいい。うん、そう。じゃあおろした後。今日は月曜日の特売です。うん。父ちゃんはカツオが好きだから。見えないから。これ。見る？グラムね、100円のカツオのたたきです、ね。うん。これをね、1週間分4本。4本買っちゃう。2日間は肉食わせなきゃいけないからね。あ、肉と魚なんだけど、うん、肉はね、牛肉がいいのあったね。牛肉ありましたね。牛肉がいいのあった。牛肉です。牛肉、はい、グラム100円で509グラムで509円。うん、お米はね、ふわさんからね、60キロも送ってもらって。そう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 。もうふわさん様々です。ふわさんありがとうございます、うん、いつもすいません、本当にね。ありがとうございます。今度は新米なんだよね。そう、お米はすごく助かっちゃってるんですよ、高いから、うん、一応ね、凝ってましてね、大城祭がね、終わったしね、新米バクバク食えるよね、うん、こういう風に買っとかないとね、犬が大きいから食べるんですよね、すごく。最近ね、やっぱりお米、昔からハスキーたちもお米が主だったんだけどね、これね、ブラック
クがすごく食べるんだよね、うん、お米すごい食べる。マックは丼飯2杯分ぐらい食っちゃう。そうですね、太ってきたし、うん、だいぶ太ってきた。マックもちょっとね、体が重かったから、うん、やっと肉がついてきたかなって感じで、うんうん、すごいよ。まあ、それよく、あれよく走るしね、うん、運動すごいしね、運動すごいしね、うん、父ちゃんはね、あんまり運動しないからそうなんだけど、父ちゃんはね、運動しない割には食べてる、太っちゃうんですよ。そうなんだよね、小豚じじいだ、本当にじじいみたいで、今日も寝てましたけどね。最近ね、2階に寝てるとね、起こされるもんだからね、3階に、そう、1分動画とか撮るもんだからね、うるさいとか言ってね、3階にまで行っちゃうんですよね。3階もう誰も来ないで、子供部屋とか誰も入ってこないからね、うん、学校行っちゃってるでしょ、うん、ね、人間のね、私ら年寄りと一緒でね、動きません、動きません。でこういう風に買っとかないと、うちははっきり言って破産します。そう、破産します。犬破産ってわけじゃないけどね、まあ、そうちゃんの病院代もなしなし、毎月すごいね、うん、かっちゃうんで。そうちゃんね、持病持ってるんですよ。転換じゃないんだけどね、引きつけみたいなの起こしちゃうって言ってね、常時ね、薬飲んでるんで、うん、1日2回はね、飲まなきゃいけないんですよね、飲まなきゃいけないから、それね、ずっと通ってる。これ一生ね、そう、一生もう飲み続けてるんですよ、飲み続けなきゃいけないんで、うん、ちょっとね、まあ、お金の問題じゃないんでね、うん、うん、買った以上はもう買ったね、私たち飼い主の責任なんで、それはちゃんと寿命が全うするまでちゃんと装着続けます。うん、そうちゃんね、そういえばね、最近ね、足立小台の駅でね、ティッシュ配ってるお姉さんが夜いるんだよね、住宅のティッシュそれがね、もう気になって気になって、そのお姉さんが綺麗なんだ、またね、ティッシュ配りのね、アルバイトの人でね、あれわかるんだよね、うん、だからね、もうね、そこにね、ずっといるんですよ。で、この間ね、営業の人に言ったんだけどね、うちのソースで売れたら10% か 5% って、具合くれませんかって言ってね、で、大笑いしたけどね、うん、今ね、そこの動画ね、そこにね、ずっとね、夜から、昨日の夜からね、撮ったんだけどね、もう動かないとね、もうダメ、うん、お姉さんのね、ティッシュなんかで、ね、もらったって嬉しくもなんともないんだけどね注意したいんだよね、ティッシュください、ティッシュくださいってね、へばりくっついてますお姉さん撮影できないみたいでね、まあ、ティッシュも必要ですよ、うん、変な足踏んどったりね、そうだね、するのにはすごくね、ピー取ったりするからちょうどいいね、うん、うん、まあそんな感じでね、また頂戴機にいつもいます、はい、それでは皆さんね、今風が流行ってるんで気をつけてくださいね、うんうん、私はちなみにアレルギーです。そうだねお昼の動画になっちゃうかもしれませんけど、ね、うん、夜の動画、はい、じゃあすいません、失礼します。ではではまた、ありがとうございました。